こんにちは。こんにちは。三米さん、三米さんでしょ。映像と音声大丈夫ですか？節分。ちょっとね、バスの時間があるんで、これマイカー規制なんでね、今、ずっとね。バスの時間があるんで、1時間ぐらいをちょっと目安に散歩しようと思います。結構人、意外と、バス満車だった。帰りたぶんね、最終のバスだと乗れない可能性あるからな。一歩前のバスをちょっと狙う。映像見えてる？大丈夫？もうすぐね、一番上高地で有名なかっぱ橋というところに、今バス置いてすぐそこにある。さあ、佐田さんのも、ね、しかもさ、あれ、バス停に書いてあった昨日の2時に、昨日の2時に熊出撃情報が出てた。で、その1週間前、その1週間前はキャンプ場で怪我してる人がいるんで、ほんとめっちゃ結構ここ熊出るらしいんで、まあね、ここまで今こういう今歩いてるところは結構人気があるから、桜もさんですね、まあ、人の声が聞こえるところにはまああれだと思うんだけど、まあ、ちなみにカパ橋、カパ橋ライブカメラあるんでまあもう一回ちょっとあっちサイドを歩いて帰ってきますけど、これまだここからだ、ひひかっぱ橋一応ね、電波大丈夫ですか？一応あるってことにはなってたけど、止まったら教えてあるので、画面が止まっちゃったりしたら更新する。画面止まったら更新するんで。涼しいですね。クレナさんいらっしゃい。そうですね。全然暑くはない。シェテナさんも。全然暑くはないですね。今何なのか分かんないけど、気温は。全然普通に歩いててちょうどいいくらい。さすがに長袖は着ないけど。山やば。これ北アルプスかな。でも雪はないね。頂上の方でも。さすがにないか。綺麗。なんかどう映ってるかわかんないけどごめんね。とりあえずあれは持ってないんだ。スタビつけてないから。手ぶれは勘弁して。あ、こっち。涼しい涼しい。今はね、太陽は出てないとこだからかも。かっぱ橋。これ上高地ライブカメラで調べたら今から俺映りますよ。もう事前に今回調べてあるから。これ事前に調べてあるから映る場所。もうすぐそこ映るよ。すぐそこ。埼玉地獄？今何度なんだろうね。これわかんない。でも気温は。どっから映るんだろう。なんか上り坂から映るんだよね。上り坂から。I have a ticket. I have a ticket. Oh, yay.みんなちゃんとなんかクマ鈴つけて、やっぱり。かっぱ橋。ちょっと、ライブカメラ行きますね、先に。まあ、しばらく停滞するんで、その場所で。もし見たい人は見てください。別に、映ってもなんともないんだけど。髪がボサボサの俺でもね、あんま画質良くないライブカメラ、動画なんだけど。
画質が良くないから。あ、ここだここ。あ、なんかすごいね、お店もいっぱいあるね。お店もいっぱいあるね。綺麗、超綺麗。うわ、やば、ちょっと先写真撮りたいな、これ。いや、やば。ちょっと写真撮りに行く。無料、あ、無料じゃないね。あの、バスが高いね。往復2300円。バスが高いんですよ。このマイカー規制だから。タクシーだと4000円くらいか。往復バスで2300円。そうそうそう。もうすぐで、この足平すぐそこ。行ってみるけど、まあ、はい。キャンプ場は今ね、閉鎖だけ、閉鎖らしいけど。行くよ。映るよ、俺、こっから。映るよ、今から。スライブカメラどこにあるか当てるから。いや、もうあったわ。もう見つけたわ。あ、もう見つけた、見つけた。今、俺、階段の、坂登ってってる。もう今、見つけた、見つけた、ライブカメラ。そうでしょ。これか。これか。どっちだ、こっちかな。これでしょ。これ映ってる、絶対映ってる今。あのね、上高地ライブカメラで検索して YouTube ですね、YouTube にあります。今俺映ってます。なんかちょっと薄紫色の服着てる。やばいなこれ。吊り橋。スクショ撮っといて、スクショ。スクショ撮っといて。スクショ。クソ、この場所見れば分かる。この橋の入り口のこの、絶対映ってる場所だから、これ。前もって調べてあるから。映ってるでしょ。バックをしちゃった何かが映ってると思いますよ。 V サインしてるけど V サインまで見えないと思う。でもこれ画質がそんな良くなかったから。橋ちょっと橋の入り口行く。うん、手上げてる。上げてた。今ここにあるでしょカメラ。今橋怖っ。映った。登山しない。今日はね、あの、納涼旅って言って、あの、埼玉クソ暑いんで、涼しいところを適当に行こうって配信です。このまますぐ帰ります。映った？スクショ撮ったがあるか。階段降りるときも映る。嘘だよ。あ、めっちゃ遅いんだ。あ、めっちゃ遅いんだ。まあ、またもう一回ここに帰ってくる予定なんで、早歩きで歩いちゃいます。この白浦のちょっと、熊に襲われた場所。なんか書いてあるかな。短パンじゃない。そう、ライブカメラに映ってるところを今、いた。ちょっと移動するね。一週間前ぐらいに、あの、熊に襲われたキャンプ場があるんで。どうなってんだろう。何度くらいだろうね。20ちょいじゃないですかね、多分。
そうそう、黒カバン。背負ってる方の。見なかった。歩いたらね。これビジターセンターか。やば、ほんとなんか、癒しの自然、大自然って感じ。やばくないこれ。ね、熊谷に並んだ。もう泳げそうだけど。もう一回今帰ってくる。とりあえずこなしだよ。持ってきてないです。ほぼないです、ほぼないです。みんな鈴つけてる。やばいな、この。この緑感やばくない、なんか。何この緑感。超水きれいだし。ごめん、そう。やばいよね、水超きれい。あ、でもこの白ら結構遠いな。バイカモっていうのあれ。あ、クマスですね。これ1週間ぐらい前に。50代の女性が踏まれて、テントの上から踏まれて、10針縫う怪我だって。で、さっきバス乗るところにも書いてあったけど、昨日のもうこの時間にも熊出てるって。目撃情報が。ビジターセンターか。熊対しない。あ、この向こうがキャンプ場だね、多分。あったあった。事件現場の風強いもんね。そこだけ行って帰ってくる。あ、そっちらしい。え、マジで？今の写真撮る？333分。もうさっき閉鎖中、ここで何勝何敗？クマと止まらない。来る憲法って何？とりあえずあっちはやめとくね。さあ、さっきのもう写真撮らして。もう写真撮ったか、このキャンプ場。おスケッチ。嫌ですね。嫌ですね。いや、でもこれさ、普通にいてもわかんないって、マジで。本当に。これもしそこら辺にいても、わかんないよ、これ。普通に歩いてたら。結構、意外と遊歩道だけど、森が近いから。よく電波あるね、ここね。じゃあもう一回カッパ橋チキン。ヨウメさんだし、ユーミン。手ぶれがすいません。今夜ね、どうしようかね。何も決めてない。とりあえずここ来たけど、とりあえずもう一回夜心霊どっか行って帰れますわ。長野でもない。
半といない。そうそう、時間がないですよ、あんまり。バスの時間があるから。写真撮ります。やばいよね、この子供が有名、これが有名なの。一応今あのコロナのせいで、やっぱそうなんだ、コロナのせいでね、あの減便してるんですよ、バスが。だから最終バスは絶対混むから1個前に乗りたいんで、1個前が3時15分なんですよ。もう食わない、ここからです。もういらっしゃる。一回カッパ橋じゃあ、もうカッパ橋、ライブカメラ映るんで、見たい人は今からセッティングしておいてください。もうここもう来ないかもしれない。渡って反対側ちょっと歩いてきます。途中まで行ってまた帰ってくるから。あんまり写真撮ってないけど、撮った方がいいのこれ。驚き。あ、あずさ川、確かに水死体で発見されるけど。はい、来ましたよ、ライブカメラ。お前、ライブカメラ映るよ、今。見たい人がね、なんか、戻ってって言われたんで。こっから橋渡っちゃうんで。桁？そうそうそう、有名な橋、カッパ橋。人めっちゃ密だな、ちょっと。人が密だな。今はね、ツイキャスやってます。今はあの、夜の配信をツイキャスでやってます。いや、絶対わかる。いや、反対側広くない。いや、めっちゃ映ってるよ、今ここ、本当に。あの、なんか時差があるらしいんで。もうね、ライブカメラ映るのは当たり前になってきちゃったから、とりあえずあのもう行っちゃいますよ。見ました？マスクチェックされなかったね。まあしてるけど、元から。これかっぱ橋って書いてある。ちょっと写真撮ります。買いやすい服装とか、欲しがりか。はい、ここですよ。今めっちゃ映ってるはず。絵手紙ってなんすか。いいよ、分かんなくて。別に分かんなかったらマジで分かる人に分かればいいので。めっちゃ揺れる。めっちゃ揺れる。あります。そうそう、ラグめっちゃあります。よく電波あるな、ほんとこれ。すっごい山奥ですよ、これ。
これでも雪かぶってないな。いやでも今めっちゃ足筋肉痛ですよ。昨日あそこ歩いたから。昨日じゃないや、今日か。つくし、つくしヶ原。多分そうっすね。ちょっとでも意外と人がいてびっくり。見えますあそこ。ここ一番人が集まる場所なんですけど。とりあえず反対側行ってみます。主権さんいらっしゃい。そうでしょうね。上高地レストステーション。いや、マジで人がやっぱり、そんないると思わなかった。絶対帰りのバスやばいよね。早めにバスステーション待ってないと乗れない気がする。まあね、ぎゅうぎゅうではないけど、でもこれ、月曜日っすよ、今日。月曜日っす。ここがあれば、ひえひえ。河原降りれる。ああ、そっか、お盆休みずれてる組か。水の色が確かに会ったことある人が。ちょっと遊歩道行きます。熊出るかもしれないけど。いやめっちゃ人いるわ。お土産売ってんのかな、そこ。入るって何が入る。あ、でもこっち普通にアスファルトの遊歩道だね。みんな鈴持ってるね、あのガチな登山の人。登山の人がいるんじゃない、夏山登山。ここになんかさ、上高地に遊びに来るだけの人と、ガチで本当の登山してる人と、キャンプしてる人と、いろんなお客さんが混ざってるから、さすがにね、そうそうそう、10日ぐらい前に、9日だっけ ?8 日だっけ、まだ捕まってないらしいですよ。しかも昨日の14時にも、このどっかの遊歩道で目撃例がある。こっち人がいないからやばいんじゃない。ワクワクしない。いや帰ってないと思うよ。だって今日また目撃されてんだよ。今日じゃない、昨日。22度なんだ今。ありがとうございます。涼しいです。秋顔じゃない、あっちの方がやばくない、森が。さっき通ってきた方だよね、あれ。バスターミナルがあっちにあるんですよ。あっちの方がやばそう。もうでもこっち行っちゃうと一回橋渡らないと、また時間的に微妙だからね。途中まで行って折り返します。いや、でも日差しが暑くなってきた。まあ、バズるでしょうね、むしろ。確実に。ね、また今年も不況だって言ってましたね。熊出そう。この野生動物は何がいいの？
マジしれっと川、やばい、人気がなくなってきたやばい、人気がなくなってきた、こっち。お菓子持ってきてないですね。住んだとかじゃない。いや、これ戻るのも怖いわ。でもあっちの橋まで行くの結構遠いんですよね、これ。でも涼しい、風が涼しいんだけど。マジで誰もついてきてない。そうそうね、怖いよね。明神池まで行かない、時間がないんで。逆に歩いてきてる今これ。明神池は歩いたら往復2時間って書いてあったよね。もう終バス間に合わないです。2時間歩いたら終バス間に合わない。終バス4時15分で。多分混むから3時15分に乗りたい。ちょうどあと1時間ですね。向こう行ってみるか。間に合うかな。22度だって。はい、行ってらっしゃい。さっき誰か調べてくれた。22度だって。ちょっと早歩きでごめんね。でもこれさ、配信中喋ってるから意外と無言じゃないから、ね、なんか遠い面から人が来るとちょっと安心するよね。やばい、なくなっちゃった。天気よ、何あれ、あれね、帰りは混雑するんで途中から乗らないでくださいってアナウンスがあった。始発から乗って、途中からだと乗れない可能性があります。実際ね、俺ここ来るときに、ここに来るときのバスですら途中から乗ろうとした人が次のバスにしてくださいって言われてたから。いや、それぐらいマジで、これ終バスは絶対無理だと思うから。まあ、最悪タクシー。往復券買っちゃったんだよね、俺。でも最悪タクシーだね。タクシー4000円。どうしても乗れなかったらタクシー。普通にバスがね、観光バス、ちっちゃいバス。ね、みんな降りてたね。え、車で？徒歩で？車で30分。マイカー規制になる前の手前の駐車場からバスで30分ここまで。バスでだよ。歩いたら分かんない何分かかるか。いや、これマジクマいても分かんない本当に。これ気にしてないけど、ウエストンシちょっといい。そうそう、サワンダに止めました。バスタのすぐ近くのところに。とりあえずちょっと早歩きで、確かにね、早歩きできますね。ちょっと手ぶれはごめんなさい。でもおばあちゃん一人で歩いてる。うわ、でもこれパンタグラフって何。ある意味心霊より怖いわ。リアルなクマがそこだけ出てきたりする。ここやばいやばい。ウエストン半分ぐらいじゃなかった。もう一個の橋渡りたいんだよね。何橋だか。
します。緑がね、この太陽の木漏れ日がいい感じで映ってますよね。映してたらいけない、黒い塊がいたらやばい。いやでも人歩いてる人いるから、まだ一人だったらマジ怖い。あ、これ綺麗、いいっすよね、日本の夏。しかもね、虫がいないあんまり。何それ、アルペンホルン。ねえ、運動にはなる。あ、緑の香りがすごいするから、確かに気持ちいいですね。もうちょっと向こう見たらさ、もうほんとどこにクマがいてもわかんないよ。これ背丈が、もう背丈が高いから、これそんな高い楽器。顔出しそう。暑すぎる。確かにこれだって、こんだけ歩いてたらもう汗だくになってもおかしくない。確かに全然今汗だくになってないもん。ちょっと汗ばむかなくらい。こんだけ歩いて。道以外どこ歩く場所があるの？どこ？歩く場所ないよ、これ。お土産コーナーまで戻りたいから、ちょっと早歩きじゃないと間に合わないね。プーさんみたいに可愛くない。前の人に追いついちゃった。どこに火、初期火があるの？待っててくれた、優しい。かっこいないじゃん。あれ、ここに来るバスの一番最初のあの釜トンネルっていうのがあるんだけど、お釜の釜じゃなくて、振り下ろす釜、釜トンネルっていう、そこ新スポなんですよ。だからね、ちょっと窓から動画撮ったんだけど、でも全然なんか反射しちゃって全然映ってなかった。何これ、本当に水辺まで行けちゃうんだ、あそこね。橋じゃないか、ジャマイカって言いそうになる。稲川淳二、意外と人が来る。何の花だろう、黄色いの。これ絶対どこにクマいても分かんなくない？常になんか樹海みたいだよ、これ本当。富士の樹海、竹が高い草しかないよ。あの人鈴つけてくれてるから、ついてったら安全な気がする。鈴じゃねえな、あれなんだ。合ってる道。橋が、あれ橋じゃないのか、あれ。急に最悪するかもしれない。うわ、やばい、何これ。ちょっとなんかサイの河原みたいな感じ。なんか雨が降ってきた。
サイの河原みたい。倒木がやばいけど。やばい、超天気がいいのになんか雨みたいの降ってきてる気がする。写真撮ったの一応。そういえば、鳥上なんもないよ。暑い、やばい、ちょっと暑くなってきた。日差しが。これどこ行くの？どっちから来たっけ？タンポさんらっしゃい。そうそう。ね、そのさっきキャンプ場2個か3個あるらしいけど、一個がクマに襲われちゃったから今閉鎖してる。どっちだこれ。意外と一本道じゃないんだね。自転機動車。いや、それは、駅なんですよ。俺が止めた車はサバンドの駐車場だから、駅のバスは、駅が満車だったら、駐車場乗って降りたい人は乗れないんです。そういうシステム。確実に乗るためには、駐車場行きを乗らないと、充電場所ないかもしれない。うわ、これマジ人混みがないな、ここら辺。いや、今満席でしたよ、ここ来るのが。さすがに最終は満席になるでしょう。だって今ここに来るだけで満席だったんだよ。変な時間の訪れなのに。最終みんなさ、目指すじゃん。ここの時間までに帰ればいいねってみんな話してる最終だから。いや、一歩前が。一本前無理だったら、その最終を並ぶ。並んだ順だから、さっき乗るとき並んだ順だったから、もうちょっと30分前ぐらいに行って。歩けんのあれ。そうなんだ。トイレがある。あそこに東屋がある、怖っ。え、次の橋が見えないんだけど。それウエストンの石碑って しょぼえ、しょぼ。え、これ見て何の、え、何が楽しいのこれ。マジでたまたま写真撮るか。
この席、思ったよりしょぼかった。なんか、もっとランナーなんか、心霊スポットのなんかさ、公園とかありそうじゃないかな。新スポの公園、銅像みたいな席いっぱいあるよね。立派なものなのかと思った、もっと。え、くじ、これ橋。あ、そうなんだ。ちゃんとした理由があるんだ。一応、あの人。え、ちょっと待って、橋が見えないけど。これ、俺どこまで歩くんだろう。本当は大正池で降りて歩こうと思った。綺麗ね。本当は大正池でバス降りて、カパ橋まで歩こうと思ったんですけど、1時間片道しか歩けないんだったら、この1時間で往復できるところを歩きたい。泳げないんですよ。しかも足が障害者になったからもっと泳げない。何かあれ、ホテルだって。え、こういうとこのホテルは大丈夫なの？食うの？え、めっちゃ綺麗なホテルだよ、これ。天然温泉もついてる。こういうとこ泊まるのか。高そうだよね、でも。上高地ルミエスタ。あ、そうなんだ。天然温泉。そう、温泉入ってないから今日配信終わったら、どっか松本まで戻って、そこで日帰り温泉入りたい。これか。なんかあっちの方曇ってきた。マジか、意外と遠いな。え、なんかあそこにでも橋あるよ。あれ違う？なんかあそこに橋ないですか？ほら。あれ違うのかな？あそこまでが遠いのかな、もしかして。肉眼で見るよりも、歩くと遠いってことはね。でもあれ、距離があるのかもしれない。肉眼で、ズームにしたあれだから。あれですかね、あれで向こう岸に行ける？あ、涼しい、ここら辺。めっちゃ涼しい。え、今、暑いんすか？関東は。関東はっていうか、住んでる場所皆さんが。さっき美しが原16度でしたよ。朝。車中泊して。2、3時間仮眠したんですけど。道の駅で。あれね、雲海がめっちゃやばかった。見てほしい、後で。雲海。これ今。これこれ。暑いんだ。こう、雲海と日の出、配信したんですよ。36度。やばかった、ほんと。俺人生であんな、雲海見たの初めて。見渡す限り雲海だった。サクバ焼酎で雲海ってのある。あ、でも橋近づいてきたよ。意外と、もう近いんじゃない？でもこれ同じ距離を戻るんだよね。よく考えたら。逆側を。ね、アルプスってなんで呼ぶんだろうね。あ、来た来た、橋来た、橋来た。これ、なんだ、どういうこと？来た来た、渡れる。ちょっと靴の中。マジ？マジっすか？ 38.9 度。穂高橋だって。
靴になんか石が入ったから取って。セグウェイってなんだっけ？前も聞いたな、それ。ああ、あるよね、あっちの方。うわ、やばい、この景色。写真撮っていい？してますね。なんでなんだろう。濁ってるわけではないんだけど。若干濁ってんのかな、やっぱ。さっきのとこ綺麗だったね。なんか藻が生えてた。あ、アルプス。そうなんだ。イギリス人。魚いるのかな。やばい。緑が超生える。あれが一番高いのかな、あれ。空気がすごい澄んでる。ありきたりのレポしかできないけど、マジで空気がすごい澄んでる。あれ？橋二つある。こっち田代橋だした。田代正史。そこに若干雪残ってない？あれ違うか。来たいよね。あれ雪じゃないか。これ絵描いてる。絵描いてる人がいる。今後ろで休んでる。絵描きの人が。あ、こっち川2つに分かれてんだ。ここで絵描いてる。いや、それもみじだわ。これ紅葉シーズンやばいね。紅葉シーズンめっちゃ混みそうじゃない？よし、渡った橋を。逆側、こっちは森しかないけど。俺が絵描けないから。絵になるよね。ここのトイレは確かに生で描きたいんじゃない。生で何事もやっぱり生が一番ですよ。配信もそうだし。なんかここちょっと開けてる。あ、やっぱそうなんだ。どういうこと？絵描け、絵下手くそだもん。めっちゃ絵下手くそ。画力なさすぎる。これ夜入れん。あ、でもあれか。ホテルに泊まってる人は、夜間でも歩かないでくださいって書いてあったな、そういえば。クマが出るから。でもクマって夜行性なの？じゃないよね、多分。そうですね。有名な上高地ってとこ。お絵描き、お絵描き描く余裕あるかな。バス乗るときに配信切るけど。
中電波ないから、その釜トンネル。あ、そうなの。熊の生態をよく知らないですね、俺。あ、でもこの、あ、そうなんだ。基本夜行性なんだ。でもこっち森が、どこ？あ、そんな頭いいのかなって。イライラしてんの。やばい、人がいなくなった。あ、マジっすか。あ、じゃあ、あれかね、その、キャンプ場を襲ったやつは、昨日目撃されたのが一週間ぐらい経ってるから、いいとこでしょ。そう、今回のあの旅の目的がね、涼みに行くって。ああ、じゃあ、ここら辺あれか、ホテルとかあるから、なるべく人が動いてない時間に動いたのか。なんかもう一個、その昨日、目撃情報があったのは、結構さっき調べたら北の方だった。未経別？ああ、そっか。畑夜だもんね。画面ちゃんと見えてる、これ。画質。画質何でやってるっけ、俺。標準滑らかだ。怖っ。7人食べてどんだけ腹減ってんの。そういう問題じゃない。カブト。あ、ヒグマとツキノワグマは違うのか。ヒグマは北海道にいるやつ？ヒグマの方が凶暴なんですっけ？北海道にいるやつ、ヒグマ？こっちにはいないってこと？山が超綺麗。これ映像。画質。画質上げちゃおうかな。7メートル絶対無理じゃないですか、ね、やべ、風が強い、ここ。風が、風が。そういうこと？あ、じゃあ普通のところにあんまり出てこない。昼間は。やば。景色が、やばしか出てこない。写真撮っとこう、ここ。埼玉思い出させないで。埼玉思い出させないでお願いだから。せっかく埼玉から離れてきたのに。へぇ。いや、叫べないっしょ。ちょっと。あ、俺さっきあっち側にいたんじゃん。反対側に。なんでこう川がめっちゃぐーって、外に
カーブしてる。さっき俺あそこにいたんだ。待って、ここでバケタンとか言うから。しょうがないな。しょうがないな。じゃあ皆さん行きますか。上高地の。こう一緒にバケラッパ。バケラッパ。そうそう。グリーンだよ。グリーンだよ。でしょう、ね。あ、さっき。あとあれか。もう一個、あの、カパ橋でやるか。カパ橋もう一回帰れるかな、時間的に。あと30分。くねくね。あ、そうか。高連峰。なんでこれ環境省提供なの？あ、国立公園だからか。納得し。あ、女子一人だね、今。マジで。なわけないじゃんって言おうと思ったけど、一人で違う方向あるって言った。あー、スマホ真っ赤。くねくねって何なの？サイの河原？メーカー？あ、そうね。スマホのキャリアのメーカーには問い合わせたっていうか、聞いたけど、カメラの不具合、こういうのってありますかっていうの。何それ、くねくねしてるものって外国みたい。都市伝説か。なるほど、わかんない。くねくねがまずイメージ、蛇しか、蛇のイメージしかない。くねくねって名前からして、マジで。あ、じゃあいいや、知らない。そうなの？持ち帰っちゃいけない？ああ。何くねくね、びっくりした。なんか踏んづけたから。へえ。調べないと、こうじゃ。クトゥルフって何？クトゥルフの方が知らんわ。あと900メートルって歩いて何分だろう ?10 分ぐらい。やばいな。お土産コーナー見れないかな。一応のバスターミナルにもお土産屋さんあったんだけどね。バスターミナルのお土産屋さん見るか。びっくりした。なんかさ、そこに黒いのがあるからさ。これ。ちょっとびっくりした。緑の中になんか黒いのがあるから、まさかと思った今。目が一瞬、点になっちゃった。なんか腕でも出てんのかと思った。腕でも出してんのかと思った。何あの黒いの、マジびっくり。本当にびっくりした今。ガチで止まっちゃった今、目が。この映像でいい？クマってない。切り株か。踊ってるかかし。そんなでかいの？なんか、ニョロニョロしてるヘビみたいなイメージしかない。何この花。なんかこういうの触ったらさ、毒になりそうじゃない？なんだろうこれ。あ、よくあるやつかこれ。なんだろうこれ。この実って。さっきからこの花がすごい咲いてる。この花がめっちゃ咲いてるんだよね、さっきから。何花だろう。
戻りました？いらっしゃい。やばい、涼しいけど、人が。バイク事故って何？めっちゃ涼しい。日陰はやばい。日陰はマジで涼しい。でもほんとここ、熊の目撃例が昨日まず出てるからね、昨日。リアルに。昨日の14時。昨日の14時に熊の目撃情報があって、その1週間ぐらい前にニュースでもなったけど、35度。ニュースにもなったテントが襲われて、10針縫う怪我をしたっていう。もうね、想像しただけで痛かったよ。え、何の音これ。見たよね。結構有名だよね。あれ、上高地です。上高地。市は何なんだろう、松本市かな。なんかそこにアルプス山荘ってある。アルプス山荘ってなんか危なくない？アルプス山荘だってなんか事件がありそうな名前。なんかアナウンスが流れてる。何のアナウンスこれ。バスタのアナウンスかな。熊見ながら涼しいですね。マジで超涼しい。やばい、人気がなくなっちゃった。怖い。もう一回カッパ橋行きますね。カッパ橋行ってバスタ戻って配信終わりますわ。川。ちょっと今、ちょっとこっから見づらいけど。マジでそのバス乗れないのが一番やだ。余裕だと思ってたんですよ。俺お盆明けだから。しかもコロナじゃないですか。コロナでお盆明けで、今度スッカスカだと思ってたの。したらバス満車っすよ。これ。車水遊びしてるんだったら見たい。そこだったら別に襲われないね。水遊びしてる車見てみたい。さあ、その森から出てくるのは勘弁してほしい。ホテルなのあれ。ああいうとこって一泊いくらするんですよね。まあ、さっきあっちにあった高級そうなホテルとかさ。あ、やっぱあれ雪じゃない？あれ、違うか。岩が崩れてるだけか。雪かと思ったけど、日が当たってるから、当たる場所は溶けるもんな、絶対。人が来た。絶景っすよね。よく電波あるよね、これ。生でやる価値がある、これ。あ、カッパ橋見えてきた。間に合うかな。ここバスタなんですよ。ここに15分までに行って帰ってこれるかな、もう一回。今何分だろう。53分かな。03、13、20分。余裕。あ、リコさんだもん。泳げないんだって、だから。元から泳げないのに、足怪我しちゃったからもっと。そうだね、走れない。まあね、切符は買ってある。で、満車になってる可能性があるんだよ。さすがにないか。いや、まさか来る時が満車だと思わなかったから、ちょっとびっくりしちゃった。俺全然余裕だと思ったよ、終バスで今日。終バスの予定だったけど。行きが満車ってやばくない？こんなお盆明け土日でもない。
お盆を働いてた人が今、今日から休む。俺みたいに、そうなんだよ、多分。休みの人が。涼みを求めに。そう、バスめっちゃぎゅうぎゅうっすよ。ぎゅうぎゅう。まあ、アルコールはあったけどね。プッシュする。ぎゅうぎゅうで、倍席だよ。本当に座る場所なくなった。来るときのバス。だから途中から乗ろうとした人が、次のバス待ってくださいって言われてた。涼しいですね。23度だか2度って言ってました、さっき誰か。調べてくれた。もう一回かっぱ橋って折り返してくよ。ギリギリ間に合うと思う。途中から来た人はかっぱ橋見てないだろうから、ライブカメラある。ラストライブカメラです。何もしないけど。一応着てる服はこれ。酸素ホテル？ここはでもね、まだ1500ぐらいです。1500ぐらい。1万円はそんな高くないね。まあ、シーズンだっていうの。まあ、さっき今日朝方にいた美しヶ原の方が高いですね。あっち2000だから。ここは1500だから500低い。美しヶ原マジ16度でしたよ俺。8時の気温16度。多分俺6時ぐらいから歩いてたんですよ。美しヶ原散歩配信したんですけど、評価高かった。でもさ、もうここまで来てどっか泊まったらみんなどこも評価高くない？マジ。あ、見えてきた橋が。やっと知ってる。みんな言ってるよ、それ。大したことねえな。やろうとしたんじゃなくて、ただ餌盗もうとしただけでしょ、あれ。したら、その前に人がいるの分かんなくて踏んづけちゃったパターンらしいから。今からこのまま行けば映ります。賢いんだ。ただね、ちょっとバスの時間がもうないんで、すぐ行ってすぐ帰りますね。さっき一回来たんで。今日夜どっか死んで、夜中はツイキャスやります。その橋が。ここはライブカメラ映るんで、ライブカメラ上高地で。見たい人はね、別に強制で、見たい人がいるっていうから来ただけだから。そう、多分そうだと思う。じゃあ行きますよ。今度は階段から行くね。これラグがあるらしいから。ラグがあるらしい。そうそう、そこにライブカメラがある。今ここ映りますよ、タイムラグで。この木のとこにいると俺映るよ。どっちだ。た？た？じゃあ戻ります。ありがとうございました。
ちょっとラグがあると思うんだけど。暑くなってきた。めっちゃ人がいる、ここ。密、密。ラグカムが見えました。いたいた。ごめんね、ちょっと。とりあえず一回行ってみて、バス乗れなかったら、もうちょっと配信するかもしれないけど。だってこんだけの人が今残ってるんだよ、まだ。うん、最後に振った。林間ルート歩いてないの。涼しい。帰るぞ。突発すぎる。こう上高地来ようって決めたの昨日の出発した後ですかね。夜勤明けに。ちょっとアクティブかましすぎたね。結構遠かった。結構遠かった。こう美しが原から。さらにバスだし。帰りは一応、もしバス乗れたら車載で。日が暮れるまではニコ生で謝罪すると思います。帰り道、松本ぐらいまで。うわ、やばい。ね。そうです、そうです。その、サワンドっていう、風が強いな。サワンドっていう駐車場まで。そこに駐車して、バスで。2300円往復。バスで30分。バスで30分、歩いて7時間とか言ってなかった、さっき誰か。7時間って、何キロ ?35 キロ。35キロじゃバスで30分じゃ着かないか。5時間。あ、バスタ来たかな。あ、バスタ来たな。なんか一個ぐらいお土産買うと。そんなことやってたら乗り遅れるかな。あ、お迎えさんどう。もうね、景色いいとこ見せらんないんだけど、バスターミナル帰ってきちゃった。あとで動画あげますよ、YouTube に。この配信全部。やばいやばいやばい。もうこんな並んでるよ、ほら。もう無理っぽくない、これ。これ並ばないと無理だわ。もうこうなるんだ。こうなる。これ乗れる。人数的にどうだろう、これ。何人乗れるの。40人ぐらいかな。40人ぐらい。40人ぐらい。もし乗れなかったら、あれだわ。お土産買って帰るわ。タクシーかなんか。1時間待つのもだるいから。ないと思うよ。人数数えてないけど。
チルバスもさ、途中で降ろしてくれれば乗れるんだけど、あっちが満車じゃなければ。絶対こっちの方が満車じゃないこれ。あっちより。最悪、マジで無理だったらタクシーだな。やっぱこうな、これ終バスなんて最悪じゃない、この状況だったら強制タクシーだよね。これが終バスだったら、ちょうど40ぐらいかな。40ぐらいだと思う、多分。なんか立ってる、座ってるみたい。座ってるか。だっとするんだったら座ってます。40いかないぐらいかな、俺のところでちょうど。いや、もう後ろに10人ぐらい並んでるから危ない、これお見合い勝てたらアウトだよ多分。もう俺の後ろに10人ぐらい並んでる。そうそう、バスじゃないとね、マイカー規制の、うん、バスじゃない人はタクシー4000円だよ。その途中まで車で来て、その車止めたとこからバス、このバス。もう往復券買っちゃったから、もしこれでタクシーで帰ったら超無駄金。無駄金だけどしょうがない、乗れることを祈る。あ、もし乗れそうだったらそこで配信切りますね。そう、でもファミリーがめっちゃ多いから人数が読めない。ファミリーめっちゃ多いから、子供の人数考えたら、ちょっと待って、でももう一台後ろにあるの、もしかしてこれ一台じゃないのねえ、もしかして、もしかしてこれ一台じゃない系。後ろにもサワンドって書いてあるんだけど、わかんない。でもあれが本当にわかんない、あれ本当に動いてくれるの。普通だったら全然余裕で帰れるわ。だったらお土産買って、お土産買ってもいいぐらいになったわ、これ。頭髪かね、あれ。やっぱそれぐらいのことは考えるか、さすがに。さすがに。さすがに考えるか。もう後ろめっちゃ並んでるもん。わかんない、増発してるのかどうかも。お土産はあのバスターミナルにもあったから、お土産屋さんのここで買おうと思ったけど、そうそう、油断して、じゃあお土産買いに行こうとか。あ、そうなの。なんか油断してお土産買いに行って戻ってきたら1台しか出なかったとかになる。スリッカーもしてない。いや絶対余裕こいたらやられる気がするよね。
余裕こいたら乗れる気がする。ちょっと乗れるまでちょっと不安だから乗るわ、乗っちゃうわ。の、おやきはね、あ、1時間後のバス。あのおやき、俺親が長野なんで、腐るほど子供の頃食わされたんであんまり好きじゃないです。親戚の家が長野市なんで、腐るほどおやき食わされる。腐るほど食わされて、もうご飯イコールおやきみたいな。二度と食いたくないですね。あ、動いた。じゃあちょっと一回配信切りますね。一回配信切りますね。どっちにしろ電波ないから。帰り車載やります。一度しか行ったことない。俺二度目なのに。